今日もお疲れ様です。今日はノリで前髪切りました。前髪切れました。そう、なんかね、久々に切った。結構ね、放置してたんだよね。ノリで。確かに幼いね。ちょっと切りすぎました。でもまあ、前髪はあっという間に伸びるので、オールオッケーです。オッケーオッケー。明日ちかっぱさん、よろしく、よろしくお願いします。そう、明日は in 福岡ちかっぱ祭です。楽しみや。なんかだいぶ久しぶりな気がする。うん、いつぶりだろう。チャートリー公演ぶりかな。反対方向乗らないように、本当に気をつけんといけん。いつも基本東京行く側に乗るけん、仕事の時。そう、福岡ほんまに久しぶり。最後に行ったのいつじゃろ。めっちゃ久々じゃねん。あ、最後に行ったのあれじゃ、ツアーじゃ。夏行ったわって考えたらちょい久々。そう、福岡のどの辺なんだろう、会場だかって聞いても多分分からんなんじゃけど。ね、でも全然食べる時間はなさそう。博多のご飯とかどっかお店に行って食べることはなさそうだな。ねえ、そうね、12月もあるけん楽しみ。楽しみちゃん。福岡でチャリコンやったところの隣だよ。隣か、わからんな。隣ね。皆さん、昨日発表されたんですけれども、舞台が決定いたしました。転生したらスライムだったけんのシナという役で出させていただきます。
ありがとう。そうなんですよ。かなり先で来年の7月8月に大阪と東京であるので、何ヶ月先だ？あ、でも8ヶ月先？8ヶ月先ぐらいですね。まだ全然ね、その撮影とか稽古とかも全然始まっとらんくて、もうこの舞台が第2弾なんですけれども、第1弾のあのお化粧とかを見させていただいたら、すごいピンクの髪にピンクのカラコンにあの角がジョンってね、めっちゃ本格的な感じで、なんか今までさ、カラコンとかも派手なやつやったことないし、あのピンクとかね全然つけたことないんですよ。だしあの髪もそう染めたことがないので、自分の髪色黒しか経験したことないんですよ。じゃけん、そう楽しみです。そうウィッグです。そうウィッグです。アニメ見ました。そのお話いただいてからアニメ見てめっちゃ面白い。確かにティナからシュナ前の舞台でティナ役をさせていただいたんですけど、シュナです。次はすごいてる。転生するのは何になりたい？なんでしょう。犬なんかオーソドックスだけど犬ですかね。犬になって人間からチヤホヤされたいです人間というか、なんかもう、だってめっちゃ可愛いじゃないですか。こんなに可愛いことってあるってぐらい可愛いので、犬ですかね。犬種何にしようかなめっちゃモフモフのめっちゃ大きいやつがいいな。違う、あのさ、頭にはめっちゃ思い浮かんだんだけどさ、名前がわからん。あの犬のめっちゃモフモフでめっちゃ大きい犬、モフモフの種類は、毛並みの種類はトイプードルみたいなモフモフ。そう、ふーちゃんちのワンちゃんみたいな、もっと大きい
バージョン。に目を引かれます。でも中学校の通学路に、なんか週1ぐらいですれ違うワサオみたいな犬がいたんですよ。白くてワッサワッサした、なんかワサオって有名なワンちゃんいるじゃないですか。そのワンちゃんにめっちゃ似てる、多分同じ犬種のワンちゃんとすれ違うことがあって、もうすれ違った日はもうめっちゃラッキーって思ってました。あれ秋田犬、秋田犬ってあんなに大きいん、あんなにワサワサするんでさ、顔がさすごいなんかなんかうんって感じ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いよね。大型犬が好き。大型犬も好きだし、もうどんな大きさも問わない。そう。かわいい。犬派ですね。うーん。猫もめっちゃ可愛いなと思うし、めっちゃ好きなんですけど、猫はねアレルギーなのでなかなか接点を持てない。でも見るのは大好きです。すごい。うん、動物割と何でもいけます。何でもいける。でもあのなんだっけ、なんてら虫類、爬虫類、爬虫類はあんまり出会ったことないし触ったこともない。剣触れるかわかんないです。なんかたまにさ、おっきい蛇をさ、番組とかで首とかに、置く？なんていうの？セッティング？なんていうんでしょう。首とかにかけるっていうシーンあるじゃないですか。巻く！巻くだ！首とかに巻いてる人とかいるじゃないですか。なんか、ぼーっとテレビ見とったら、できそう。って思うけど、いざやるってなったらどうなんだろうって感じ。こないだリコチが巻いてた。マジ？いいね。あとなんだろう、爬虫類って、あれあれか、カメレオン、カメレオンとか、カメレオンとかは出会ったことないかも。イグアナって何なんだっけ。
爬虫類なん。それは初めて知りました。毒イモリ飼ってるよ。マジ命がけだね。人間は哺乳類ですよね。サソリ触れない。え、クジラとかもさ、哺乳類ですよね。それってすごくないですか？でさ、大きい括りで考えたらさ、世界的にさ、クジラとさ同じ同類ってことでしょ。類ね、ってことでしょ。本当にすごい。私たちもさ、これから何千年後とかにさ、どん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 進化していってさ、クジラみたいにずっと海で過ごせるようになる可能性もないですね。可能性でも分かんないですね。あるかもしれないですね。牛、カバ、クジラみたいな進化の流れらしい。じゃあ私たちはまず牛になるところから始めないといけない。確かにね、海じゃスマホ使えないね。海だったらショールームもできないよ。その時代になったらできるようになってるかも。でもさ、すごくない？人間以外の生物ってさ、なんか暇な時何しようんじゃろうね。そういう概念がないんかな。休みの日とか曜日とかあるんかな。スマホとかないよね。だってね、だって学校とかもないでしょ。最近さ、こっちの目のさ、ここが痒くなるんだけどさ、なんでだと思う？なんでなんでしょう。そうね、海じゃ揚げ物も食べれないよね。アレルギー？でもさ、こっちの目のここしか痒くないんだよ。花粉かな。わかんない。角膜に傷ついた。私の予想はそれ。多分すごい顔してるよね、目描いてるとき。まあ、人間だもの。ふん、愛田地方。
猫以外にアレルギーある。猫、カビ、いっぱいカビ、カビがダントツやばいっていう診断でした。なんか検査したらカビ、あ、カビじゃないわ、間違えた、ダニ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 、なんちゃらダニ、確か。なんだっけ、覚えてない。でもなんかダニ、なんかいろんなダニ、でも一番なんかぐんとしてやばいやつがあったけど、なんか覚えてない。食べ物は、食べ物は確かリンゴでも一応数値的には発見されたけど、リンゴかなんか忘れた、なんかの果物。でもアレルギー1から6ぐらいまであって判定が、で2から自分でも分かるアレルギーなんですよ。2からちょっと自覚がある感じになって、もう6が一番もう激ヤバって感じなんだけど、リンゴは1だったの。だから別に食べてもまあ全然って感じだし、あの自覚なし。犬もね1だった。そう、そうじゃけん全然大丈夫。そうだよね、食べ物のアレルギーやったら本当に大変だよね。猫2だった気がする。でも2だと思えないんよ。ほんまに2なんって感じ。自分的には3ぐらいの体感でした。なんか今日ショールームの違和感あるなと思ったら、なんかバグっとんか知らんけど、ここにアバターが一個も表示されてない。アバターが一個も表示されてないし、星も、星なんかあれも一個もないから、なんか今日ショールームナチュラルだなって思ったら今気づいた。うん、無観客配信。コメントは普通に見える。なんでだろう。更新の仕方わかんないんだよね。なんかさ、配信してる側はさ、更新っていう概念ない、多分。うん。確かに回転。でもさ、画面縦で固定しとるけんさ、一回なんかせん、今日は観客配信です。変わらんかった。コンサートでお客さんが一人もいない夢とか見たことあります？ない。そ
そういえば今日コンビニで思い出したんだけど、見た夢、今日見た夢なんか、この最近見た夢なんか覚えてないけど失礼しました。なんか冷蔵庫をバッて開けたら4種類のチロルチョコがまず業者ぐらい箱ごとポン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 って置いてあって、お母さんありがとうって思う夢を見ましたね。そう、幸せな夢でした。それはね、コンビニ行ったら思い出した。平和だね。夢はよく見る。見なくはない。まあまあ見る方かも。箱買いしたことある？ないです。箱買いってしたことないかも、人生で。お菓子とかを結構夢じゃないですか、子供の夢って感じ。今までで一番怖い夢を教えて。なんか曖昧だけど、どっかの駐車場で、なんか四角形の駐車場、間が空いとる。で、立体駐車場みたいなところで、で、なんか包丁持った人に追いかけ回されて、なんかあと覚えてないや。でもそんな夢見ました。本当に怖かったです。多分半年以内ぐらいだと思う、見たの。それが覚えてる限りだと怖かったですな。でもどうなったか本当に覚えてない。その断片的にそこだけ覚えてるね。でも怖い夢ってね、なんかその時多分夢占いしたんですよ、怖くて。覚えとったし、鮮明に、起きた時は。そしたらなんか大体怖い夢ってね、いいこと書いてるんですよね。そう、じゃけん、なんか結果オーライになる。なんかありがたいよね、なんか怖い夢とかさ、嫌な夢見てさ、ほんまに嫌なことが、夢占いしてほんまに嫌なこと書いてあったら、もうさ、嫌尽くしじゃん。もう終わったってなるけどさ、怖い夢見た後に、夢占いしていいこと書いてあったら、助けられる。まばめに書いてたのはイルカとサメだったっけ？そう！それはね、めっちゃ覚えてるよ、それ。なんか、文字に起こしたけんかな？なんかめっちゃ覚えてる。なんか、それは別に怖くなかったんですけど、どっかのプールで、なんか、
プールのトレーナーさんに教えていただきながら海の生物とも一緒に泳げるみたいな25メートル、え、なんだったっけ、丸の円だったか忘れてたけど、なんかプールがあって、そう、それで最初イルカと一緒に泳いだんですよ。なんかそうそうそう、なんかサポートしてくれる存在のやつだよね。そうそう、なんかすぐイルカが私のところに来てくれて、でじゃあそのイルカと泳ごっかってなって、1回目練習の時泳いで、で2回目の練習の時もイルカがパッて一緒に来てくれて、でその時はサメも一緒に来たんですよ。でも私とイルカはなんか仲良しで一緒に泳いどって、私はサメにはもう見向きもしないんですよ。なんか怖いとかも別にない、なんかもうガン無視ガン無視して泳ぎ寄って、でもなんかサメはおるみたいな、ついてくるみたいな。そうで、それ後から調べたらイルカはいいことで、なんかサメは悪い意味みたいな感じで、でね、夢占いしたらね、いい感じだったんですよ。なんかめっちゃ、めっちゃ嬉しかった。そう、これ多分ね、メールに送ったね、確か。あ、ショールームで話した？ちょっと覚えてないや。でもそのサメが当たって私の体に泳いでる時にサメ肌を体感した気がする、確か。イルカ見てみたい。見たことあるんだよ、多分。いや、ないかな。やべ、ある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 。イルカショーとか。あとさ、ジャカルタでさ、見た気がする。わかんない。なんか、見た気になってるだけかも。ジャカルタでさ、島行った時にさ、船の中で見た気がする。いや、見てないかな。覚えてない。イルカと泳ぎたい。あ、触ったことはない、イルカに。イルカ触りたい。あ、見たわ。アイスの旅の時見たわ。チャートリーのアイスの旅の時。毎年イルカと泳いでます。マジか。それ絶対いいことあるね。いいな、私も毎年ね、毎年イルカと泳ぐ仕事こんかな。そう。うん。私の来てほしいお仕事は、毎年イルカと泳ぐお仕事と、あのワンちゃんと触れ合うお仕事、あとアイスいっぱい食べるお仕事、あと海外ロケ。あとお寿司、あの高級寿司大食い。ね、欲にまみれてる。欲まみれだ。どんどん欲にまみれていく。人間だなもん。でも最近、なんかお仕事の関連で、なんか全く欲なくやっていったら、
めっちゃいいことがなった時があったんですよ。全くそう無欲でのんびりお仕事をこなしてたらめっちゃいいことがあったんですよ。同じようなこと言う。最近ちょっと前だから欲はまあ持ってもいいと思いますけど、そう無欲がねいいのかもと思いました。そうこれはねいつかみんなも知る。そうなんね、欲はね原動力になりますよね。わかる。これをしたいからこれ頑張ろうってなるもんね。なんかさお寿司屋さん行きたいけんそこまで頑張って歩こうってなるし、アイス食べたいけんコンビニまで寒いけど頑張って行こうってなるもんね。原動力になる。けど割とのほほんと過ごしてたらなんかアイスが降ってくることもあるかもしれない。そう。ガリガリ君が当たるとか。え、ガリガリ君ってさどんぐらいの確率で当たりますか。私一回だけ当たったことある。小学生の時にめっちゃ覚えてる。梨味梨味で当たりました。ファミマで。そう、5% ぐらい、50分の1、100本に1。すごい。みんな言いたい放題やんけ。 2-3% って書いてた。33分の1。あーでも 2-3% なら33分の1ぐらいですね。ほえー、なるほど。一箱に一本らしい。じゃあ33本に一本。なるほど。ありがとうございます。じゃあ割とですね。割と、割と当たりますね。クラスで箱買いしたら一人は当たるね。へぇー。でもさクラスでさ一人当たる、なんか33分の1って聞いたらあ割と当たるねっていう感覚になるけど、クラスで一人だけ自分が当たるってなったら結構の確率じゃないですか。わすごってなるよね。なんか物は捉えようだわね。だってクラスで1位になった経験とかマジでない。なんか探したい。探したい。なんかないかな。
どうしよう、本当にないかも。あ、出席番号、出席番号もないんですよ。信じらんない。出席番号もね、小学校から中学校まで多分記憶の限り一回も、あ、 STU では出席番号一番ですけど、そう、アもい、まあいたし、あの私はあの絶対に一番にさせないようになってたと思う。いの人も大体イケなんちゃら、そうそう、イケちゃんとか、そう、学校にもイケなんちゃらさんがいたんですよ。そう、毎回ね一番になったことないね。そうだよね、 ST1 期から数えること多いから、今でもちょうちゃんから始まること多い。そうなんよね、なんかさ、いきちゃん入ってもう何年も経つけどさ、自分が出席番号2番な感覚あんまない。 ST ってほんまに1期生から数えるよね、なんかそういう、どこもそうなん知らんけど、なんかでさ、1期生のプロホームページとかもさ、1期生のプロフィールがあってドラさんがあってニキみたいなさ順番じゃけんさ、うん、ね、イが本当に多かったよね、一期生。6分の1ぐらいイで始まったんじゃない最初とか。6人ぐらいおったよね。6、7人ぐらい。ねえ、クラスだったらありえんよね。私のね、中3か中2のクラスが山本さん、山本くんがなんか4人ぐらいおった気がするよね。え、しかもなんか私の列、列って5、6人じゃないですか、学校の教室の列、その列の山本率がめっちゃ高くって、そう、なんか嘘でしょってね思った記憶があります。なんでこんなにこのクラスに山本が密集したんだろうって思ってた。そういえば、え、広島で一番多いの？山本さん？双子の子いた。本当にいた。山本さんで双子の子いた。
同じ名字はやっぱり嫌なの。いや、何も思わないですね。みなみと一緒なの嬉しいけどね。ダブル石だ。え、すごい。4月生まれの兄と3月生まれの妹が同学年にいました。すごいね。ちょうど11ヶ月差ぐらいってことだよね。え、すごい。4月のめっちゃ上旬に産んで、3月の下旬に産んだんですかね。すごい。すごい。不思議な感覚だね。なんかさ、双子じゃなくて同学年で、兄弟で同学年って、めっちゃ不思議な感覚になりそうじゃない？一応さ、年功序列ははっきりするじゃん。双子もさ、なんか、双子はでもなんか数分とかの差じゃん、多分。でもさ、11ヶ月も離れとったらさ、そりゃ、年功序列、あるじゃん。そう。でも同じ学年って、不思議な感覚じゃない？めっちゃ。今ずっと櫛で毛布の毛並みを整えてます。気がついたら整えてた。ウケる、僕は自分と同姓同名の人と話してみたい。確かにね、私も同姓同名の人、一人だけというか、ファンの方に奥さんが同姓同名ですって方がいらっしゃって、すごいってなったことあるけど、それ以外に同姓同名の方出会ったことないですね。見たことないですね。似たんかな？似てないかな？でもなんかさ、石田千穂さんで、もし誕生日も一緒だったとしたら、生年月日も全部一緒だったら、かなり同じような人生歩んでそう。なんか知らんけど。すごい。同姓同名の人が近くに住んでたから、間違って郵便物届いたことある。そりゃすごいね。確かになんかあんまり責めれないよね。そうだよねってなるね。
日本486人に1人は石田さん。そうなんや。それって多いんかな少ないんかな。まあ多い方か。すごい。何が一番多い？佐藤さん？あとなんだろう、田中さん？あと、あ、鈴木さん。あ、鈴木さんが1位なんじゃ。佐藤、渡辺、鈴木。なるほど。高橋、田中。なるほどね。俺だ、私だって人、いそう、配信で。俺が呼ばれたって。確かにその多い名字は、どの名字聞いても全部顔が思い浮かびますね。なんか、同級生とか、メンバーとか。スタッフさんとか。でも私学校に佐藤さんいなかった。メンバーにもいないね。え、学校にさ、学校とか同級生にさ、佐藤さんいないのって珍しくない？え、なかったよね。なかったと思う、本当に。佐藤いない学校ホラーすぎ。確かにね、違う学年にもあったかも。あ、関東に多いんや、佐藤さん。確かにその差は結構ありそう。なんか名字ってさ、歴代受け継ぐものじゃん。じゃけんさ、この近辺には何々さんが多いとかめっちゃありそう。福岡は古賀さんが多い。私古賀さん出会ったことない。そうね、田中さんはいたね、何人か。学校でも。メンバーでも。確かに。大野さん、この辺めっちゃ多い。大野さん。学校はいなかったね。スタッフさんとかにいるけど。石田ママがいい。石田も堪能したので、今と22年堪能したので。西園寺なりたーい。西園寺でもいました、学校に一人西園寺。西園寺さんいました。西園寺さんっぽくない、なんか西園寺さんってさ、なんかすごいお嬢様みたいな、勝手にねイメージなんですけど、私の知ってる西園寺さんは、西園寺くん、すごい体大きめの
なんて言うんでしょうね、なんか元気イエーイみたいな人がクラスにいました。そう、ねえ、3文字に憧れるね。確かに白鳥、白鳥さん、うん、トロブっていい名字ですよね、本当に。トロちゃん、うん、超レアだし、なんかお上品な感じする。だからトラちゃんという人物を知っとるけん、お上品なイメージになっとるんかもしれんけど、なんかね、すごいよね。私の人生で一番珍しいと思います、出会った中で。母の友達が広島に住んでるんですが、名字がゴーロさん。ゴーロさん珍しいね。確かにモロクズもクルシマも珍しいね。確かにね、珍しい名前の人多いかも。 STU、 モロクズ、クルシマ、トロブ、イソガイって珍しいですか？私はカノンちゃんしか出会ったことない。あとなんだろう、確かに壁島レアですね。うん、確かにリッセン、確かにね、確かに藪下も珍しい方。でも藪下ね、珍しいけどね、何気にいるイメージあるかも。確かにね、なんか指原さんってさ、もう今となってはもうすごく聞く名字、聞く名字というか、その指原莉乃さんの影響ですごい馴染みのある名字だけど、指原莉乃さん、指原さんはその指原莉乃さんしか思い浮かばないもんね。すごい珍しいね。なんかそういう割となんか聞いてすぐびっくりはしないけど、ちょっと珍しいなぐらいに感じるけど、いざ調べたらめっちゃ少ないみたいな名字になりたいです。
欲張り。そんなこんなで、終わり。終わります。お風呂入らんといけん、めんどくさい。めんどくさいよ。じゃあランキングを読みます。20位やか、ま、噛んだ。20位中安さん、19位よもつくさん、18位ととみちさん、17位しんたんたんさん、16位 RM さん、15位アッキーサラ大好きマンさん、14位もや太郎さん、13位たかぼんさん、12位世界家さん、11位ぬるりんさん、10位ひろろんさん、9位のりふみさん、8位しゅろうけんさん、7位きょんしーさん、ラッキーセブン。6位おいでます元気さん、5位ガンスくんさん、4位クリオティーヌさん、3位ナルドさん、スイスイ。2位ユリアピースさん、ツーツー。そしてそして第1位はプルーヒュン、ヒサッシーさん、イエーイイエ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 イ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ。ありがとう。イエイ。ありがとうございます。今日は配信来てくださってありがとうございました。スクショタイムして終わります。前髪を整えて、グー。明日は福岡でチカッパ祭に出ます。水色と白が私のペンライトカラーなので、ぜひ振ってもらいたいですし、うちわも振ってもらいたいですし、手も振ってください。コールもお願いします。めっちゃ久々のね、 PR 舞台で出るフェスじゃけん、めっちゃ楽しみ。よろしくお願いします。じゃあさよなら、バイバイ。今固まったと思いました。めんどくさい、めんどくさい女。今固まったと思いました。ちょっと動いてた。そう、ちょっとやってみたかた。ですよね。下手。これ練習したいと思いました今。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。みんなが忘れた頃に
やります。また。バイバーイ。